話の虎、オールオアナッシング、中トラ対談。はい、皆さんこんにちは。唐突に始まりました中活のトラ対談でございます。はい、1本目です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、三浦社長です。あ、三浦会長ですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今実は初めての収録を終えたばっかりなんですけども、うん、まずは改めて4人のトラの前でですね、志願者の席に座って対応していただいた感想いかがですか。なんでしょう、やっぱり緊張じゃないんですけど、はいはい、僕もそのずっと経営者やってて、はい、立場上、うん、そのこういう形でお話しすることってあまりなくて、ないですよね。だからもしかすると僕敬語下手なのかなと思うぐらい、いいえ、どういう受け答えしていいんだろうってのは考えちゃいましたね。ああ、普段のようにその経営者同士のざっくばらんな会話とまた違うんで。でもまあ、 年下の方も並んでる中で、うん、三浦会長がね、ありがとうございますって開口一番言いながら喋ってるのはね、すごい素敵でしたよ。あ、本当ですか。はい、びっくりしました本当に。はい、それこそありがとうございます。いえいえまあ初めてね、こうやって11期目にして、はい、新卒採用をやるわけですけれども、はい、新卒採用って本当にやったことがないと、どういう手順を踏んで、はい、どう流れていくのかってあんまイメージ湧かないじゃないですか。そのちょっと湧いてますか。湧いてますね。3年前ぐらいから本当は新卒採用を引かれていこうっていうのをやってたんですよ。はい、ただそのやっぱ社内のカリキュラムとか、はい、そういうのが整ってなかったんで、はい、スタートなかなかできなくて、はい、2022年からになったんですけど、はい、まあ、準備はもう 2,3 年してたんで。なるほど。体制はできてると思ってるんですよ。はい、とっても大事なのはですね、多分既存の社員の方が、うん、新卒の子たちをどう受け入れるか、うん、これすごい大事だと思うんですよ。はいはい、いい意味で、はい、プレッシャーにもなるんですね。前からいる既存の子がですね、はいはい、例えば社長って僕よく言われたんですけど、うん、この時代だったら僕って採用されてませんよねっていう元々いる社員がいる、はい、あ、なるほど。これがすごいね、活性化する一つの要因になる。はい、で片側でこっち側だとやっぱね、同期ってのが初めて生まれるんですよ。はい、同じ日に入社して、うん、入ってくるじゃないですか。うん、この同期の絆ってめちゃくちゃ強いんですよ。はい、でこっち側ってあんまり同期いないじゃないですか。いない、みんな中途に入ってるから、はい、すごい羨ましいです見てて。うん、でこの同期っていうのをすごく大切にしてあげるのが新卒1期生に大きな課題になると思うんですよね。そうですね、はい、おっしゃる通りで、本当に同期だからできるオリエンテーションとか、はい、そういう例えば 1期生2期生3期生そういうのもちゃんとつけていこうと思うんですよね。そうですね、1期生の人2期生の人って、はい、でそれやっぱチームワーク大事なんで、はい、できるだけ本当は少人数じゃなくて、はい、2,30 名ぐらいの採用はしたいなと思ってて。すごい、はいはい、そういう活動も今してるんですけども、どまだまだね、そのブランディングといいますかね、認知がそんなに広く伝わってないんで、はいはい、まあ、これ見てていただいてる方はね、うん、ぜひちょっと参加してもらいたいなと思いますけど。今日ね、4人トラが並んでたけども、誰が誰やらよくわからない中で始まってるじゃないですか。はいはい、一応ご紹介すると、はい、4人は就活系のインフルエンサーなんで、はい、座ってもらったんですよ。なるほど、自分たちも発信できる。そうなので、はい、彼らが、三浦さんの回もそうなんですけども、はい、ご自身が持ってる YouTube とか、はい、Twitter とかで拡散してくれるんですよ。はい、あ、で素晴らしい。僕は今回、はい、就活の虎チャンネルで、うん、大河リクルーティングで三浦会長のね、トリアイナーという会社の時に虎で出たよと、みんな見に行ってねってことを強制的にですね僕の方で、はい、お願いしてきたんで、なるほど、4人が同時にこれを拡散してくれますんで、はい、うん、これによって就活生が就活のトラチャンネルを見てくれることになると思うんですね。なるほど、そういう流れを僕作りたいんですよ。いいですね。はい、うん、すごい新しいリクルートの形ですよね。はい、で本当に僕たちもですね、思い立って今日初めてやってみたんですけど、はい、すっごい手前味噌なんですけどめちゃ良かったと思ってます。うん、はい、僕もいいと思います。ありがとうございました。はい、はい、僕一つだけ、はい、先ほどもちょっと控え室の方で話したんですけど、はい、これから出てくる企業の社長さんに、うん、はい、絶対お勧めしたいことは、うん、絶対に人事の人つけておいた方がいいですね。ああ、やっぱ経営者の人が経営者目線で自分の会社のことを PR すると、はい、PR にしか聞こえなくなってしまって、はい、うん、はい、まあ、岩井社長とかが実はプライベートもこうですって言っていただいたから、はい、まだ第三者の話法として、はい、説得力が出たかもしれないですけど、はい、やっぱり経営者が自分で発信するっていうのは、うん、説得力があまり出ないんで。なるほど。一応僕メッセンジャーの中でいただいたんですけど、はい、で竹内社長は横に座られたんですよ。はいはい、僕もそうなんですよ。あれ見てタイミングで、はい、人事連れていこうと思ったんですけど、はい、全員面接がびっしり入ってたんですよ。なるほど。なんで面接さすがにずらせなかったんで、はいはい、今日一人で来たんですけど、はい、あとね、一つ僕思ったのはさっき虎の楽屋トークをやってたんですけど、うん、その中で4人の虎が共通で言ってたのが、うん、これに出る会社って、うん、
ブラック企業は無理だよねって。まあ無理ですよね、はい、そもそもその映像残しちゃうんで。そうで言ったことがね実際乖離があっておかしいんで。そうなんですよ、はいはい、だからそういう意味でも、うん、もうちゃんとね、あのいろいろかかっていいよねっていう話はしてましたね、うんうん、そうなんですよね。 YouTube 出たりメディア出る企業って、はい、それなりにもう自信が内部的にも自信がないとなかなか発信できないんで、はい、表に出てる企業さんというのはこういうのも出るのも有料企業だと思います。はい、さあじゃあ最後になりますけど、三浦さん、新卒採用のおよそのこうステップって今考えてますか？例えば何回ぐらい選考やるとか。ですね、人事の方で今考えてるんですけども、はい、おそらく3回になるかなと思うんですよ。はい、今のもう期限的なものもありますしね、はい、次の4月採用になると、はい、あとはインターンシップはあるんですか？今回は入れてないんですけども、はい、2023年からは入れます。あ、なるほど、わかりました。説明会は、説明会はね、今予定してるんですけど、はい、まだはっきりは決まってないんですよ。はい、またアドバイスもさせていただきたいと思います。そうですね、はい、さあじゃあ今日改めてですね、この動画の概要欄にも、株式会社トリアイナさんの新卒採用に関する詳細を貼っておきますので、はい、ぜひ興味のある方、ね、ダーダーあげたいぞ俺はと思う方、三浦さんの近くでですね働けばきっと学べることがたくさんあると思いますので、ぜひご応募お待ちしております。はい、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。